んですよ。なんですけど、100円でミスレっていう台もあるのは皆さんご存知でしょうか。そうですよね、やはりなかなか。そうなんで今回その100円リプレイの台をどんだけ取れるまでどんどんやっていったらどんくらいかかるかっていうのをやっていこうと思います。はい、なんでまずちょっと台をご紹介しようと思います。こちらです。はい、この奥にあるんですけど、はい、ここにある7台がここの100円でリプレイの台になってます。はい、やばくない？7台が100円2回でできるってやばいんですよね。はい、はい、なんでちょっとこれをどんだけ全部取れるまでやったらいくらかかるかやろうかなって思います。でちなみに私はこういう系はだいぶ苦手なんで、皆さんどんくらいかかるか予想しながら見てもらえるととても嬉しいです。はい、もうなんかこういうワチャワチャしてるやつどこ狙ってるかわかんないんですよ。どうしようかな。最初とりあえずこのワチャワチャしてるチップなのかな。出る、やばい、どうしよう、あれ出るかな、なんかどうしようかな。わかった、あそこの一番手前にあるマリーちゃんを取ろうと思うんだけど、分かりますかね、あそこ透明の輪っかがあるんですよ。透明の輪っかがあそこに、あんま引っ掛けないんじゃないかな。狙わない方がいいのかな。ドキ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 、ほらほらね、ほら皆さん、そういうことです。もうあそこにいい感じに引っ掛ければもうこれはゲットできます。はい、ですね、こちら、これはマリーちゃんの付箋のメモになってます。いいね、これ私すごいいっぱいどこでもかしこも書くから、これはすごい重宝します。はい、もういいです、これゲットしたんでこの台は終了します。はい、次こちらです。来ましたね、スクイーズですかね、美味しそうなスクイーズ。はい、これもなんかもう1回で取りたい、もう1回取って終わりたい。はい、はい、カット。どうしようかな、これさ、これも次で取れますね。はい、あれですね、テープとなんかディズニーのよくわかんないやつ。ちょっと、わかった、わかった、来た。こんなね、なんか輪っかに入れなくてもまっすぐね、走って真ん中行ったら
なんだろうこれね、すごい硬いやつ。はい、こちら。次、この4代目、これはなんかスクイーズっぽいやつかな、こちら。はい、のあっちのもみじまんじゅうを狙おうと思います。はい、あっちのもみじまんじゅう美味しいからね。はい、こちら狙います。思いは通じるんですね。はい、すごい食感がやばい。あ、これやばい、めっちゃ美味しいやつだ。はい、こちらですね。どうしようかな、やっぱりなんか女子力上げたいんで、このキラキラしてるやつを取ろうかな。ピンクがいいかな、どうしよう。ちょっとピンクやばい、ここで撮りたい。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ここで撮りたかったのに、やばい、ちょっと待って、どうしよう。もう学習したから大丈夫。もうね、2はそんなに押さない。これで2個取っちゃう、2個ゲットしちゃうやつ。かわいい、ほら色違いだから、ちょっとお友達とかにあげようかな、色違いで。かわいいね。はい、次ですね、こちら。やばい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 、魚がいる、魚がいます。もうあれを狙うしかないですね、魚大好きだから。狙いはもう魚一点のみ、頑張ります。はい、もう最後そろそろ終わりかけのやつなんで、もう狙いはそこの白と黒のお魚、もうあれ一点のみ、もうあれは欲しい、あれが超絶欲しい、頑張ります。ね、結構埋まってるから、どうしよう、救えるかな。あ、やばい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 、これでどんどん行けばいいのかな。あ、いけるじゃん、いけるじゃん。欲しいな、お魚欲しいな、お魚欲しいな、お魚。ちょっと待って待って、これやめた方がいいかな、お魚。どうしよう、ちょっともう一回やって、ちょっとダメそうだったらもうパンにする。ここでいっぱいお金使いすぎちゃうとパンダさんにちょっと怒られちゃうから、ここでダメだったら、あー欲しい、ちょっと待って、じゃあ、あと100円やってダメだったらもう諦める、パン行く。よし、どうしよう、どうでしょう、もうここで滑り落ちてほしい。目がキラキラしてるの、わかるかな、やばいね、すごくない、もう大満足です。はい、じゃあ次最後ですね、こちら。はい、最後の台は、あのお財布、違うガマ口みたいなディズニーのやつですね。はいはい、もう最終台に来ました。長かった、めっちゃ長かったです。はい、なんでどうしようかな、なんかどうしよう、女子力上がるのはどれかな、
あ、じゃあ女子力上がりそうな、この美女と野獣の撮ろうかなって、前にあるやつ撮りやすそうだし、これ撮って終了しようかな。はい、よくない？これもうすぐ撮れそうじゃない？あ、そんなことなかったですね。これあれかな、真ん中こうしたらいけるかな、どうでしょう。ほら、やばくない？すごくない？これ良かった。最後にちょっとこういう良かったです、なんかいい締めになりました、良かった。はい、はい、こちら美女と野獣、すごいね、100円でこちらです、やばい。はい、ということでこちらですね、7台全部撮ったんで、ちょっと紹介を。まず1台目撮ったのがこのマリーちゃんの付箋ですよね。はい、で次2台目がこちら、スクイーズ。はい、美味しそう。で3台目がこれかな、ミッキーさんだったかな、このなんか硬い、なんか、はい、ミッキーさん。4台目がこのもみじまんじゅう、これ食感はあの一番いい感じ、ずっと触ってられるやつ。はい、で5台目、お友達とお揃いができるこのキーチェーンかな、後ろに引っ掛けるようなやつがあるからキラキラするから、これ迷子になっても光らす、これなんかピカピカさせれば大丈夫なやつ。6台目、念願の魚です、1台。これはやばいね。なんか携帯か、なんかどっかにつけたいです。はい、で最後、これ、美女と野獣のガマ口のやつですね。小銭とか入っていい感じそう。はい。ということで、7台ですね。これ取った合計が、かかった金額はちょっと計算が苦手なのであれなんですけど、はい、前代の景品を取ることができてとっても満足です。なんで100円で100円入れて2回遊べて、でこれくらい取れるからすごいとっても楽しかったです。はい、ということで今日は終わりになります。また見てね、バイバイ。やっほー、キッコーハイだよ。みんな動画どうだったかな、楽しく見てくれたかな。楽しく見てくれたらいいねとかコメントとかいっぱい待ってます。チャンネル登録もしてくれるとすっごい嬉しいです。明日の動画も楽しみに見てね、バイバーイ。